皆さんこんばんは。今夜はここクリネックススタジアム宮城から東北楽天ゴールデンイーグルス対阪神タイガース日本シリーズ第4戦の模様を実況担当堂前秀夫でお伝えいたします。イーグルス、浅井、そしてタイガース、スタンリッチ以上の両先発となっています。今日勝って悲願達成となるのでしょうか。まずは1回の表、タイガースの攻撃。先頭バッターはマートン。さあ1球目、打った、取ってアウト、ワンアウト。バッターは2番平野。第1球投げた、アウトコース高め、いっぱいストライク。まずは初球決めてきました。さあ次の投球です。直球見送ってストライク。浅井、まずは簡単に追い込んでいます。カウント2ストライク、投げました、内角低め打った、一塁側ファール。投球4球目、インローを打った、二遊間抜けた、ヒット。バッターは3番鳥谷。第1球投げました、ストライクになった、判定はセーフ、盗塁成功。際どいタイミングです。第2球投げました、打ちました、アットピッチャー強襲、高須カバーに入る、鳥谷内野安打。ワンアウトランナー一塁二塁に変わります。そしてバッターボックスは新井。この後に控えているのはブラゼル、アウトコース低めいっぱいストライク。第2球投げました、直球打ちました、センターへの浅いフライになった、牧田前に出る、落下点に入った、取りました、ランナーそれぞれ一塁二塁に戻ります。バッターは5番ブラゼル、外野は長打を警戒します。あっと打った、サードこれは守備範囲内、一塁アウト。浅井なんとか踏ん張りました。タイガースこの回無得点です。これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッター牧田、第1球投げました、打った、打球はセカンドの左、一塁へアウト、ワンアウトです。バッターは2番小坂。第1球投げた、カーブ外れてボール。さあ2球目、打ちました、切れていきます、ファール。投げた、ストレート打った、ヒットになります。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。左バッターボックスは3番剣士、初球送ってきました、一塁送球セーフ。ランナー1人を置いて迎えるバッターは山崎、打席に入ります。インサイドストライク、初球まずは入れてきました。さあ次の投球です。真ん中にストライク、もう追い込んでいます。第3球投げた、直球ボール低め、ツーストライクワンボール、一塁牽制球を送ります、セーフ。打ちました、打球は左中間に上がった、レフト打っていった、ホームランだ、ホームラン、4番の一振りで先制。右バッターボックスは5番フィリップス。さあ1球目、初球引っ張った、ファール。初球ファールから第2球投げた、アウトサイド打った、打球は右中間に上がった、ライト追っていった、打球は右中間に転がっている、フィリップス2塁を狙う、フィリップス右中間深々と破っていきました。2アウトランナー2塁となりまして、横川イーグルス追加点のチャンスを迎えています。第2球投げました、打ったバックネット方向、ファール。投げました、インコース詰まらせた、ライアフライ、掴みました。1回が終了しまして2対0イーグルス、まずは先制しています。これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは指名打者金本、バッターボックスに入りました、打ちました、ファールボール。第2球投げました、スライダー決まってストライク、バッター追い込まれました。さあ3球目、あっと打った、
一塁へ送る、アウト、ワンアウト。右バッターボックスは7番城島。背番号2。さあ1球目、まっすぐ見送ってストライク、投げました、直球ストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投球3球目、打った、引っ張った、アルボー。第4球投げました、外角低め打った、打球はショートの右、一塁へ、アウト。バッターは8番浅井。第1球投げた、スライダーはストライク、まずはアウトロー。さあ2球目、ストライク、アウトローへ、バッター追い込まれました。投げた、打った、セカンド真正面、一塁送球、アウト、スリーアウトです。最後はセカンドゴロに倒れました。2回の表が終わって2対0、イーグルス2点リードは変わりません。これからイーグルスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは久野、打席に入りました。カーブ決まってストライク、ワンストライク。さあ2球目、空振り、投げた、外のボール球打った、切れていきます、ファール。第4球投げた、ボール、インコース低め、わずかに外れた、ツーストライク、ワンボール。アウトコース低め、空振り三振。右バッターボックスは高須。第9球投げました、打った、ボールは後ろ、ファールボール。さあ次の投球です。カーブはストライク、ツーストライク。第3球投げました、引っ張った、ファール。投げました、低め見送ってボール。投げました、内角低め打った、センター前ヒット。さあワンアウトからのランナーが出ました。バッターボックスはラストバッター、中谷、打ちました、ライトへ大きな当たり、切れていきます、ファール。第2球投げました、あっと打った、ライナー三遊間抜ける。さあこれでワンアウトランナーは一塁二塁、ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、牧田、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。落下点に入った、掴みました。先ほどヒットを放っている小坂、打席に入ります。投げた、低め、ストレート外れてボール、ワンボール。さあ次の投球です、打った、引っ張った、ファール。第3球投げた、打った、ブラゼル掴んだ、一塁、ベースを踏んでアウト。結局2者残塁です。2回の裏が終わりまして2対0、イーグルス無得点で終了です。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは9番藤川、バッターボックスに入りました、低め決まってストライク。投げた、ストレート打ちました、レフトへ上がった、三遊間、ライナー破っていった、浅い、打球をレフトへ運ばれました。打順トップに帰ってバートン、第1打席はレフトフライに倒れています。二塁へ送る、アウト、一塁もアウト、ゲッツー。左バッターボックスは2番、平野。第1球投げました、まっすぐ決まった、ストライク、ワンストライク。1球目ストライクから投げました、ストレート打った、ピッチャー返し、センター前ヒット、クリーンヒットです。先ほどヒットを放っている鳥谷、打席に入りました。直球ボール、まずはインコース、ボールカウントワンボール。投げました、インサイドストライク、ワンエンドワン。投げました、外れた、ボール、アウトコース際どいところ、一塁牽制、セーフ。投げました、インコース低めストライク、ツーツー平行カウント。第5球投げた、直球、空振り三振、完全に振り遅れました。3回の表が終わって2対0、イーグルス2点リードは変わりません。イーグルス
この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ケンシ。第1打席はファールフライに倒れています。ヒット、ライト前ヒットになった。ボールは中継、イングルス。先頭バッターが出塁します。先ほどツーランホームランを放っている山崎、打席に入ります。インサイド、判定はボール。一塁へ牽制球を送ります。セーフ。第2球投げた、直球決まってワンエンドワン。一塁牽制、セーフ。第3球投げた、ストライク、アウトローへ。ストレートでグイグイ押してきます。投げた、打ちました。センターへぐーっと伸びていった。これは文句です。入った、ホームラン、ツーランホームラン。山崎、これで2打席連続のホームラン。サンリッチ、がっくりと肩を落とします。右バッターボックスは5番フィリップス。第1球投げた、真ん中にストライク。まずは初球決めてきました。さあ次の投球です。直球打った、打球は右中間に上がっている。打球は右中間に転がっている。フィリップス、二塁を狙う。フィリップス、今日2本目のツーベースヒット。スタンリッチ、マウンドを降りまして、エグサ、今日2番手としてマウンドに上がります。代わりまして、エグサ。バッターは6番横川。第1打席はサードフライに倒れています。初球から打ってった、ヒット。フィリップス、三塁でストップ。横川、これで2打数の1安打。ここでバッターボックスは草野。今日の第1打席はスイングアウト、速球ストライク、内角低めいっぱい。第2球投げました、インコース引っ張った、ライトへ上がっている。これはヒットになります。ボールはライト右横、点々としている。イングルス、リードを5点に広げます。草野、ライト線へのタイムリーヒット。バッターはチャンスに強い高須、バッターボックスに入りました。さあ1球目、インコース低めストライク。初球まずは入れてきました、真ん中ストライク。さあ追い込まれました。第3球投げました、あっと打った、新井、ボールを掴んだ。あっと送球それた、一塁アウト、ワンアウトです。これでワンアウト、ランナーは二塁三塁変わりません。バッターは9番中谷、ストライク決まった。さあ次の投球です。打った、センター前のヒットになります。ボールは中継、イングルス、さらに1点追加、ビッグイニングになりました。イングルス、打線爆発。エグサ、降板、筒井、今日3番手としてマウンドに上がります。ワンアウトランナー1塁3塁に変わります。そしてここでバッターは牧田、これが3打席目になります。インコース高めストライク、投げた、打ち上げた、これは内野フライになりそうです。余裕があります、取りました。そして迎えるバッター小坂、今日3打席目。さあ1球目打ちました、アルボール。さあ2球目打ちました、ライトへ上がった、掴みました。3回まで終了しまして6対0イングルス、この回4点を加えています。試合はこれから中盤4回に入ります。この回の先頭バッターは新井、第1打席はセンターフライに倒れています。引っ張った、レフトオーバー、グーンと打球が伸びていく、レフトポール際、アルボール。1球目ファールから、第2球投げた、外角高め打った、一塁へ送る、アウト、ワンアウト。左バッターボックスは5番ブラゼル、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。インコース低めストライク、投げた、直球決まってストライク、投げました、ストレート、空振り三振。バッターは指名打者金本、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。インコース低めストライク、まずは初球決めてきました。1球目ストライクから投げました、カーブ外れました。第3球投げました、スライダー決まってツーストライクワンボール、浅い、追い込んでいます。第4球投げました、直球打った、ヒット、ボールは中継。右バッターボックスは7番城島、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ストライク、アウトローへ。初球まずは入れてきました。第2球投げた、あっと打った、これは大きい、
牧田下がった、見送った、ホームラン、ツーランホームラン、打球は無情にもバックスクリーンへ。バッターは8番浅井、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた、直球ボール、インハイ、投げた、打った、ファール、打った、引っ張った、サード横っ飛び、ライナー三塁線抜けた、これは長打になりそうだ。浅井二塁を狙う、浅井レフトへのツーベースヒットを打たれました。バッターボックスはラストバッター藤川、第9球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。まずは初球決めてきました、打った、バットが折れました、セカンド掴んだ、一塁へ、アウト、スリーアウトになりました。4回の表が終わって6対2タイガース、この回2点を返しています。イーグルス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番ケンシ、打席に入りました、投げました、ボール、低めわずかに外れた、投球3球目、スライダー、ボール、これも低め、投げました、直球ストライク、投げました、打った、藤川バック、ライトの右横、ボールが転がっている、ケンシ二塁を狙う、セーフ、ケンシ走った、ケンシライトへのツーベースヒットを放ちました。さあここで抑えれば流れが変わってくるかという場面です。今日2打席連続でホームランを放っている山崎、今日4打点を挙げています。投げました、チェンジアップ入った、ストライク、筒井追い込んでいます、高め、空振り三振、筒井見事なピッチングです。第9球投げた、ストレートはボール、わずかに外、振り返って二塁牽制球、セーフ、際どいタイミングです。さあ2球目、打ちました、セカンド左抜けるか、一塁送球、アウト。先ほどヒットを放っている横川、打席に入ります。投げた、直球見送ってストライク、ボールカウントワンストライク、投げた、あっと打った、平野取った、一塁へ送る、アウト。筒井見事に流れを断ち切りました。タイガース、この回1番からの高打順、先頭バッターは1番マートン、バッターボックスに入りました。引っ張った、レフト線転がっていった、マートン2塁を狙う、浅いレフトへのツーベースヒットを打たれました。今日好調の平野、打席に入りました、ストライク、膝元厳しい球、初球まずは入れてきました、投げた、打った、1、2塁間の打球、ライト前ヒット、マートン一気にホームへ、セーフ、タイガース1点返しました。平野タイムリーヒット。左バッターボックスは鳥谷、第9球投げた、内角見送ってボール、ノーストライクワンボール、投げました、打ちました、ライナー左中間へ、伸びる、まだ伸びる、まだ伸びている、レフトセンター見送った、ホームラン、ツーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった。バッターは4番新井、投げました、インコース詰まった、ショート左、一塁へ、アウト、ワンアウトです。バッターは5番ブラゼル、投げました、あっと打った、レフト右へのフライですが取りました。バッターは DH の金本、打席に入ります。第9球投げました、まっすぐ決まった、ストライク、投げました、カーブはストライク、低め、バッター追い込まれました、投げました、打ちました、キャッチャーボールを掴んだ、一塁送球、アウト。5回の表が終わって6対5浅井、この回さらに3点を失いました。これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッターは7番草野、バッターボックスに入りました、
平野、これで今日は3打数の2安打。第9投げた、打ちました。ブラゼルボールを取る、二塁アウト、一塁へ送る、アウト、ダブルプレイ。今日当たっている中谷が打席に入ります。アウト、打った、ライト追っていった、取りました。5回までが終了しまして6対5、イーグルス。この回の攻撃は0で終わっています。イーグルスピッチャーを交代します。浅井マウンドを降りまして、山村今日2人目のピッチャーとして登板です。ゲームは後半に入ります。先ほどツーランホームランを放っている城島、バッターボックスに入りました。投げた、インコース高めストライク、バッター追い込まれました。投げた、見送ってボール、打った、ライトバックしていった、追いついた、ワンアウト。そして右バッターボックスには浅井、これが3打席目になります。スライダーはストライク。さあ次の投球です。直球ボール高め、投げました、シュート見送ってストライク、追い込んで投げました、打ちました、小坂掴んだ、一塁へ、アウト。バッターは9番藤川、今日3打席目、投げました、ストライク、アウトローへ、ワンストライク。第2球投げました、ボール、インサイドわずかに外れた、ワンストライクワンボールです。シュートはストライク、ツーストライクワンボールと追い込んでいます。インサイド打ちました、センターフライだ、浅い当たり、落下点に入った、掴みました。山村、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。6回の表が終わって6対5、イーグルス、1点リードは変わりません。筒井降板、西村今日4番手としてマウンドに上がります。筒井代わりまして西村。イーグルス、この回は打順よく1番からの攻撃です。先頭バッターは1番牧田、今日はまだヒットがありません。直球決まってストライク、投げた、あっと打った、レフトへ行った、三遊間ライナーで破った、ボールは中継。牧田、今日初めてのヒットを放ちました。今日ヒットを放っている小坂、打席に入りました。ストレートはストライク、まずは真ん中、投げた、アウト、一塁送球、セーフ。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。今日2本のヒットを放っている剣士、打席に入ります。低め際どい、ボール、投げた、一塁線転がした、一塁へ送る、ここは振ってきました。ここで迎えるバッターは山崎、今日4打点を挙げています。山崎歩かせます。勝負を避けた。ここまで2安打のフィリップス、イーグルス、追加点のチャンスを迎えています。低め、スライダー外れてボール。第2球投げました、ストライク、膝元厳しいボール、ワンストライクワンボール、投げました、打った、ピッチャーの右、セカンド、これは守備範囲内、一塁アウト。ツーアウト一塁二塁のチャンスでしたが、得点には至りません。6回の裏が終わりまして6対5、イーグルス、無得点で終了です。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。先頭バッターは1番マートン、ここまでヒットは1本、投げました、おっと打ち上げた、ファールフライ、ファールボール。第3球投げました、アウトロー打ちました、ショート正面、一塁へ、アウト、ワンアウトです。今日当たりに当たっている平野、今日はヒットが3本、ストレートはボール、まずは低め、ボールカウント1ボール。さあ2球目、直球ストライク。第3球投げた、シュート決まった、ストライク、バッター追い込まれました。投げた、打った、打球は右中間に上がった、ワンバウンド、打球は右中間に転がっている、平野2塁を狙う、山村、右中間へのツーベースヒットを打たれました。さあここがターニングポイントとなりそうです。そしてチャンスの場面で期待のできる鳥谷、一打同点のチャンス、シュート入った、ストライク。さあ次の投球です。打ちました、打球はレフト浅いところ、フラフラっと上がった、横川前進、取りました、4
バッターは4番新井。ここまでヒットがありません。投げた、真ん中にストライク。初球まずは入れてきました。さあ2球目、まっすぐ空振り、インコース引っ張った、掴みました。山村見事なピッチングです。イングルス、このまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。7回の表が終わって6対5イングルス、悲願達成まであと少しです。7回の裏イングルス、ラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは6番横川、今日はヒットは1本。カウント1ボール、第2球投げた、外角低め、カーブ外れてボール。投げました、インサイドストライク。カウント1ストライク2ボール、投げました、スライダー打った、アルボール。第5球投げました、あっと打った、ライトへの浅いフライになった。ライト前に出る、掴みました。ワンアウト。今日2本のヒットを放っている草野、バッターボックスに入りました。第1球投げました、真ん中直球決まってストライク、ワンストライクノーボール。第2球投げました、インコース詰まらせた、ヒットになります。さあワンアウトからのランナーが出ました。西村マウンドを降りまして、渡辺今日5番手としてマウンドに上がります。代わりまして渡辺、今日ヒットを放っている高須、打席に入りました。さあ1球目、膝元ストレート決まってストライク、ワンストライク。投げました、打った、レフトへ飛んだ、ジャンピングキャッチ。草野ハーフウェイから一塁に戻ります。ここまで2安打の中谷、打席に入ります。打ちました、セカンドボールを掴んだ、2塁アウト。一塁ランナー草野残塁に終わりました。7回の裏が終わりまして6対5イングルス、スコアボードに0が入ります。イングルスピッチャー交代です。山村降板、有目今日3人目のピッチャーとして登板です。8回の表1点を追いかけますタイガースの攻撃。今日元気のないブラゼル、バッターボックスに入りました。さあ2球目、外角へストライク、投げた、打ちました、バックネット方向、ファール。投げた、あっと打ち上げた、ファールフライになりました。切れていきます、ファール。投げた、シュート、見逃し三振。今日ヒットを放っている金本、打席に入りました。ボール。さあ2球目、真ん中見逃してストライク。投球3球目、アウトコース低めいっぱいストライク。バッター追い込まれました、外角低め打ちました。草野ボールを掴んだ、一塁アウト。今日2打点の城島、打席に入ります。さあ1球目、インコース低めストライク。まずは初球決めてきました、真ん中スライダー決まってストライク。さあ追い込まれました、投げました、あっと打った、二遊間ライナー破っていった、打球は左中間に転がっている。城島二塁を狙う、有目左中間へのツーベースヒットを打たれました。さあここが運命の分かれ道、ツーアウトランナー二塁となりまして、浅井ここまで1安打、スライダー見送ってボール。投げました、打った、取りました、有目見事に流れを断ち切りました。イングルス、このまま流れをものにしたい。気迫が伝わってまいります。イングルス、この回1番からの高打順、先頭バッターは1番牧田、ここまでヒットは1本、外角へストライク。初球まずは入れてきました、投げました、打ちました、三遊間へのゴロ、ヒット。牧田、これで今日は5打数の2安打。ノーアウトランナー1塁となりまして、小坂今日はヒットは1本、アルボール。投げた、もう一度バント、一塁送球、ワンアウトランナー二塁に変わります。今日2本のヒットを放っている剣士、バッターボックスに入りました。スライダーはストライク、投げた、スライダーストライク、
渡辺追い込んでいます。さあ3球目、チェンジアップはボール低め、ツーストライクワンボール。二塁牽制、セーフ、際どいタイミングです。第4球投げた、チェンジアップ、空振り三振。そしてバッターは山崎、今日はツーランホームラン2本。山崎歩かせます。勝負を避けた。渡辺マウンドを降りまして、上園今日6番手としてマウンドに上がります。ここまで2安打のフィリップス、打席に入りました。投げた、ストレート見送ってストライク。第2球投げた、アウトサイド打ちました。レフトへの打球掴みました。ツーアウト1塁2塁のチャンスでしたが得点できませんでした。8回までが終了しまして、6対5イーグルス無得点で終了です。イーグルスピッチャーを変えてきました。アリメ降板、モリーヨ今日4人目のピッチャーとして登板です。バッターは代打リンウェイツー、打席に入ります。ピンチヒッターはリンウェイツー、バッターボックスに入りました。まっすぐ見送ってストライク、ワンストライクノーボール。さあ2球目、インコース詰まった、モリーヨサードライナーに打ち取りました。一本一番であと2人。バッターはトップに帰ってマートン、打席に入りました。投げました、低め打った、センターを追っていった、右中間にボールが抜けていった、打球は右中間に転がっている、ボールは中継、モリーヨ右中間へのツーベースヒットを打たれました。さあこの大事な場面、軍配はどちらに上がるんでしょうか。ここで絶好調男平野、ここまで4安打、インサイドついてボール。第2球投げました、あっと打った、三塁線フェアだ。ワンアウトランナー一塁三塁に変わります。バッターは3番鳥谷、今日はツーランホームラン1本、これはストライク、これはタッチアウト、盗塁失敗。さあ日本一、日本一までアウトあと1つ。インロー直球決まってストライク。さあいよいよあと1球、ボール外れました。投げた、空振り三振、鳥谷スイングアウトの三振。三塁側のベンチから選手たちが一斉にマウンドへ駆け寄ります。選手たちがチャンピオンフラッグの前で日本一の喜びを爆発させています。今日のハイライトシーンです。ゴールデンイーグルス対阪神タイガース、イーグルス優勝決定の模様を実況担当堂前秀夫でお送りいたしました。